日本海電気株式会社は明治後期から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である北陸電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ本社は富山県富山市富山電灯として1898年に設立され翌年に開業したその後富山電気を経て1928年より日本海電気と称する 高岡市周辺部を除いた富山県の大部分と石川県の都地方に電気を供給したほか、富山市内では都市ガス供給も手掛けた。1941年、日本海電気を中心とする北陸地方の電力会社計12社の新設合併に伴い、北陸合同電気となり、翌年廃電等整令に従い、北陸電力の全身北陸廃電へ統合された。 この間にガス事業は分割され再編の末に本海ガスへ移管されている。日本海電気株式会社は北陸電力送配電の一般送配電事業管轄区域の内富山県の大部分と石川県の都地方の半分を供給区域としていた電力会社で戦前期における北陸地方の電力業を代表する事業者である。本社は富山市。 1898年に富山伝統株式会社として設立され、翌1899年に開業した。北陸三県で最初の電気事業にあたる。1907年に富山電気株式会社へと解消。1920年代には周辺事業者の合併により富山県外にも進出し、それを機に1928年社名を 日本海電気株式会社へと改めた。地元と山財界の有力者によって設立、経営された会社であり、資本的には特色はない。事業地には、伏木港、富山港の工業地帯が含まれており、水力発電による廉価な電力を大規模工場へと供給するという大口電力供給が事業の主体であった。大口供給の規模は、北陸三県では、 トップクラスであり、1930年代後半、時点では、業界大手で、関西地方にも供給する日本電力に次ぐ、規模であった。電力供給主体の日本電力とは異なり電灯供給も大規模で、電灯取り付け数は、北陸3県の事業者中で最多である。また、富山市内では、都市ガス供給事業も1913年から、経営した。 ガス事業は電気供給事業に比べると小規模で1938年下期、決算ではガス部門収入は総収入の1%に過ぎず利息、配当収入よりも小さいその利息、配当収入は多数の投資先から得られるもので参加の関係会社には電気化学工業との共同出資電力会社黒部川電力や 本社ビルの運営会社と山電機、ビルデイングなどがあった。1941年、北陸3県の主要12電力会社の統合に参加し、新会社北陸合同電気設立と共に解散した。日本海電機の事業のうち、電気事業は翌年配電統制令によって、新設された北陸配電へと引き継がれる。投資部門とガス事業部門は、北陸配電から、 日本海産業として分社化されるも一年で解散、ガス事業のみ、日本海ガスへと継承された。大久保発電所1894年5月、富山市内の日枝神社横にあった富山県、物産陳列場において、富山施設環業博覧会という博覧会が開催された。この時、市内の三田幸吉らが、費用545円を寄付して、東京伝統より技師を招き、 アーク島一基と多数の白熱島を会場で点灯した。これが一時的ではあるが、富山市で最初の伝統とされる。当時の富山では照明といえば暗闘が主流で、石油ランプの利用もわずかという時代であったため、明るい伝統は多数の見物客を集めたという。日清戦争後の時期になると、地元選出の衆議院議員で、役首相の金岡又左衛門によって、 伝統事業計画が具体化していく。三田幸吉の調査、発案によって人数が分から飲水する大久保用水にて水力発電を実施する計画が決められ、1896年3月には技術者を招いて具体的な計画が定められた。計画に集った発起人は富山の地場産業である売薬業関係を中心した市内有力者たちで金岡をはじめ、 役所賞、中田清兵衛、梅役賞、三田林蔵、三田平蔵、五福賞、牧野平五郎、関野善次郎などが名を連ねる。1897年11月23日に、富山伝統株式会社として、創立総会が開かれ、翌1898年2月25日に、農商務省より、会社設立の免許が下りた。 こうして発足した富山伝統の資本金は10万円。初代社長には金岡又左衛門が付き、支配人となった三田幸吉と共に会社を取り仕切った。株主はほとんどが富山市内か隣の上根川郡居住者であるという地元資本の会社であった。発足後、1898年9月頃に着工。発電所は市街地の南。 上新川郡大久保村、大和田潮村に建設された。この大久保発電所は、大久保用水より取水し、流水を崖下に落として、発電、神通川元流に放水するという水路トンネルのない、簡単なもので、出力は1 2 0ット発電所の設計、監督を大阪伝統技師の木村駒吉に依頼したことから、同社が国内人手専売権を持つ。 米国ゼネラルエレクトリック製の参照、交流発電機を備えた。発電所からは、市内、星井町の本社圏配電所まで 10km 余りの送電線が仮設され、配電所から需要化へ配電するという体制が作られた。そして1899年4月2日より、富山電灯は開業した。開業後の1899年4月25日、開業祝賀会が、 両邸八聖楼で開かれた。会場には、電動製マイキーや操り、人形の電気模型などが披露され、中でも電車の模型が好評であったという。電灯数は、月末に957灯となり、3ヶ月後の7月には1510灯まで達して、発電力の3分の2を消化していた。取り付けは、焦点が多く、電灯がないと暗く貧弱に見えるので競って、 転倒を申し込んだという。ところが開業から4ヶ月後の8月12日夜、富山市内の4割を消失するという大火が発生し、富山伝統は配電設備と需要化の大半を失って39,966円の損害を被った。この損害については、資本金を10万円から6万円に減資して対処する。市街地の復興とともに復旧を進めて、 年末には1300頭にまで回復し、翌年には2000頭長となって、初めての配当が可能となった。1903年7月には最初の増資を実施し、資本金を9万円とした。奥田発電所日露戦争後の1907年1月16日、富山電灯から富山電気株式会社へと社名を改めた。この時期には1 2 0ットの発電力では、 不足するようになっていたことから、拡張資金調達のため、翌年1九百七年一月に、従来の九万円から六十万円へ増資し、九百十一年上期には、さらに倍額増資を実施した。まず短期間で、整備可能な火力発電所の建設が進められ、富山市の北隣の上新川郡奥田村、神通川沿いの地にて、出力百十キロワットの奥田発電所が、 完成、1908年9月1日より発電を開始した。この発電所は石炭を燃料とし、原動機に蒸気機関を用いた。火力工事に並行して1908年3月より2番目となる水力発電所の建設に着手する。場所は、大久保発電所よりもさらに南の名郡細入村、大和在大谷で、神通川上流の宮川から取水。 六点四キ 6.24km 余りの水路で落差を得て、出力千四百二十五キロワットを発電するというもの。しかし水路トンネル開削が難航して工事が遅れ、この大谷発電所は年1 9十一年一月二十三日の運転開始となった。大谷発電所の完成に伴い市外の東岩瀬町、新城町や根井郡や尾町への供給が始まり、同年三月には、 高槻総電線完成により、中新川郡西水橋町、東水橋町、上市町、め川町と下新川郡魚津町への供給も開始された。この年、伝統需要や数は前年比4倍増の1万3千個、取付等数は3.5倍増の2万5千0へと拡大する。さらに5月からは、高岡市の電力会社高岡電灯への 電力供給も開始している。同社は受電開始を機に消火力発電所を廃止し、一時的に配電専業の事業者となった。1913年9月に開業した富山県、最初の電気鉄道である富山電気軌道にも開業当初から給電している。電気事業が広がりつつあった1907年、富山電気は都市ガス供給事業を企画し、農商務省の許可を得た。 ところが、富山市当局がガス事業を不安視したため市の道路専用許可を得られず、長い間事業に着手できなかった。ガス事業が他の地方都市にも広がりつつあった1912年3月になり、市はようやく道路専用を許可する。許可後は、郊外の堀川村で開催される一府八県連合共進会に間に合わせるため急ピッチで工事が進められ、 開催当日の1913年9月1日に開業に至った。ガス工場の用地には1913年に廃止された屋台発電所の跡地が当てられ、ここに石炭ガス発生炉2機とガスホルダー1機が設置された。開業直前の報道によると、ガス管の総延長は1 4 5トル。市内630個にガスが引かれ、ガス灯の利用が1308口。 熱の利用が552口あった。開業に合わせて点灯された桜橋のガス島には見物客が列をなしたという。その後もガス事業は富山電気の経営事業として続けられるが、電気事業が中心のためガス事業への積極投資はなく、徐々に需要が増える程度で推移していった。伊予谷第二発電所第一次世界大戦を背景とする大戦景気が訪れると、 富山電機では、八木早に発電力増強策を講じた。最初のものは、大久保発電所の出力を4 0 0ットへと引き上げる増強工事で、1917年には完成した。ついで翌1918年4月に、さつき第一発電所が運転を開始する。出力は1 0 2 4ットで、早月川より取水する発電所である。 続いて1919 19年6月神通側にて、出力7 1 1 0ットの与タニ台に発電所が完成し、早月側にも、同年12月出力1 4 0 0ットのサツキ台に発電所が完成している。増設の結果、発電力は、水力発電所5箇所計1 4 4 4 2ットに達した。また、 開発資金調達のため資本金が1917年に300万円へと増額された。こうしたと山電機の積極的な水力開発は多量の電力を消費する工場の誘致と連動していた。代表的なものは新港町にある日本交換電気製鉄所である。社長の金岡又左衛門と当時常務だった山田翔作が新港町と共に 地元出身の浅野総一郎に働きかけた結果、建設されたもので、大戦終結後の1919 19年9月に創業を開始し、富山電機から供給される安価な電力で、電気炉を創業して、先鉄を生産した。電力料金は1919 19年6月の契約時点では1キロワット時当たり6リンゴ毛であり、一般需要家向け料金に比して10分の1。 程度という連歌であった。新港と小矢部川を挟んで向かい合う伏木町でも、同じ時期、相次いで工場が建設された。一つは1918年4月に創業を開始した、カーバイド製造の北海電化工業である。これは、カーバイド工場建設を計画する、三井物産出身の実業家吉富一に、富山電機が働きかけて誘致したもの。 1919年には、その吉富が設立に関与した、北海工業の製紙工場と、北海ソーダのソーダ工場も不思議町で創業を開始する。加えて、関西の実業家により設立された板紙製造の不思議製紙も出現した。これら1918年から翌年にかけて、相次いで出現した不思議、新港領町すなわち、 士木港周辺地域の4工場はいずれも富山電気の需要化であり、1919年下期の時点では、日本交換に1 9 7キロワット、北海工業に 345kW、伏木板上に3 0 0ット、北海相田に2 5 5ットの電力をそれぞれ供給していた。 4工場のうち日本交換との契約電力は3 7 3 0ットであり、契約では1919 19年9月から契約全量を送電することになっていたが、一般需要の拡大やヨタに第二発電所の後期延長から供給余力に乏しく、実際には同年12月にずれ込んだ。富山電機では対戦中の1917年3月に、 科学工業事業の県営認可を得て、堀川村にて、同年6月から、塩酸カリを生産していたが、想定を超えた、電力需要拡大の拡大に伴って創業できなくなり、自社工場の廃止を余儀なくされた。大戦期、富山電機の伝統数は1917年に後万堂を超え、1920年には8万頭に、達していた。 また、工場地帯への供給以外にも、氷見郡氷見町の電力会社氷見電機や県西部へ、配電するイスルギ電機への電力供給が1918年4月に開始された。1920年代に入ると、富山電機は中小電機事業者の合併路線を取り、急速に規模を拡大した。その過程で、富山県のみならず、石川県にも事業領域を広げたことから、 1928年12月26日に公募による新社名日本海電気株式会社へと解消している。事業統合の最初のものは1921年11月に実施された日本電気工業からの事業買収である。同社は新潟県長岡市にあった会社で1910年に設立。富山県東部を流れる片海側に 水力発電所を建設し、1912年1月より、下新川郡道下村にて、カーバイド工場を創業していた。戦後強行で工場閉鎖に追い込まれたため、工場設備と発電所を、富山電機が引き取った。この結果、片海第一発電所が自社発電所に加わり、 さらに、日本電気工業が建設中であった出力3 7 0 0ットの片階台に発電所も1922年8月に完成を見た。ついで1926年6月1日、広瀬静行が経営する県西部氷見の電力会社氷見電機を合併した。同社は、下等東吉率いる松坂水力電機の氷見支社が、全身で、 1911年7月開業の同志社の事業を1918年9月に譲り受けて成立した。自社発電所を持たず前日の通り、富山電機から受電していたことから合併を希望し、合併実現に至った。続いて、同年12月1日、姫の北方、のと半島にある電力会社のと電機を合併した。同社は、半島中部の七尾、市を、 高浜と北部の輪島にあった4事業者を束ねて1920年1月に設立。合併前年には白衣の事業者も合併していた。能登電気合併の結果、富山電気は七尾町に能登支社を新設した。また同じ時期、同じ富山県の高岡電灯も能登の,の納州電気を合併したことから、能登半島は富山電気と高岡電灯の供給区域が入り組む。 地域となった。1928年6月1日には中古清水電を合併した。同社は熊野川開発を目的として1918年9月に設立された中越電気工業が前身で、1920年代に入ってから富山県下の6事業者を統合、さらに上岸寺川水系小口川でも水力開発を展開するなど、 積極的に事業を拡大していた。1927年2月には、富山市郊外の上新井川郡山室村に建設された、日本ソーダ富山工場に対して1 0 0 0ットの電力供給を開始し、富山を地盤とする富山電気に脅威を与えた。ところが、積極路線を推進してきた社長が、同年5月に休止すると、間もなく、 富山電気との合併を選択したのであった。中越水電合併についで1928年12月には石川県の小松電気を参加に収めた。同社は飲み郡小松町を地盤とする電力会社であるが、富山県東部の下新川郡白町にも支社を置いて事業を行っていた。石川方面の余剰電力を富山電気の送電線を利用して、 泊り地区へと送電する計画のため、富山電機に株式を買収されて参加に入った。一連の合併により、1922年に10万頭町となっていた、電灯数は5年後の1927年には25万頭へ倍増、翌1928年には30万頭に達した。一方で、電力供給の増加に伴い1920年より、 電力量収入が電動量収入よりも多くなり、以後その差は拡大し続けた。また一連の合併に伴い資本金は2135万円に達したが、日本海電気への解消後にさらに、第二日本海電気株式会社を新設して、これを吸収するという形の変態増資が実施された。この第二会社は1929年11月12日に発足。 資本金は1,115万円で、日本海電機の株主や従業員が出資した。翌1930年2月1日、第二会社は日本海電機に合併され、日本海電機の資本金は3,250万円となった。この間の1929年6月に、創業以来の社長、金岡又左衛門が死去したため、公認社長に山田翔作が就任した。 富山電気が規模を拡大して、日本海電気へと発展する一方で、富山県では、電気料金値下げ運動を発端とする葬儀、いわゆる電気葬儀が発生した。富山における電気葬儀は、1920年代後半の不強化で、全国的に広がった同種の葬儀の第一号とされる。電気料金値下げ運動の発端はそれ以前に、遡る可能性もあるが、 直接的には1927年に、富山県東部の中新川軍、下新川軍で始まった運動が契機であると見られる。まず9月、中新川軍の東水橋町と奈美川町の商工会で値下げ運動が始まる。これを受けて10月から商工会の上部組織である中、下新川軍連合商工会が、富山電機との間で値下げ交渉を行うが、 値下げ実現には至らなかった。十月十日には、下新川郡三日市町にて、町民大会が開かれ、伝統一党につき三割五分の値下げ、定額電力料金の半減、その他付帯料金の減額、撤廃を求める、宣言書を採択する。十一月になると、西水橋町や上新川郡東岩瀬町にも、飛び火し、十二月上旬にかけて、東岩瀬、 西水橋、東水橋、め川、三日市の五町にはそれぞれ電気料金地下規制、同盟会が結成されていった。1927年12月16日、五町の規制同盟会により、富山電気会社区域電気料金地下規制、同盟連合会が結成される。連合会には、その後周辺町村も加わっていった。 連合会では22日に演説会を開き、さらに、富山駅から富山電機本社までデモ行進を許行本社で社長に値下げを直談判した後県庁で陳情活動を行った。連合会は、電統料金の3割5分の値下げ、重量電統料金、定額電力料金の半減などを要求したが、会社側との交渉は決裂し、次の手段として、 料金不能運動に踏み切った。翌1928年5月1日、富山電機は料金の一部値下げを実施し、15日には料金未納者に対し17日までに納付がなければ送電を停止すると通告した。実際に17日東水橋町、西水橋町、三日市町で消灯を断行するが、内務省命令で1日で解除された。 こうした事態の深刻化を受けて、検討局、市町村長と地元有力者により調停委員会が組織され、7月11日に電気料金の15.25%引き下げとサービス改善からなる調停案を会社側と連合会側に提示するが、双方ともこれを拒否した。そして26日には料金未納者181個に対する断線が実施される。 この会社側の措置に対抗して、東岩瀬、西水橋、東水橋、滑川、三日市の五町では、全町での消灯と、会社支給の電気を返還するという消灯運動が発生。その後一ヶ月にわたり五町から電灯が姿を消した。ところが、消灯運動が長引くと連合会の足並みが乱れるようになり、8月には消灯運動からの離脱が相次いだ。 8月20日、白根武介県知事が示した9月1日からの料金値下げに会社側、連合会側双方が同意。電気事業調営化を求めて、活動を続けた奈美川町が調営化を棚上げし9月15日に、また灯したのをもって、電気葬儀はすべて終結した。ただ、同種の葬儀は、日本各地に広がり、富山県内の他社館内にも飛び火したほか、 ピーク時の1930年には38府県で162県に及ぶ値下げ運動が発生した。小口川最上流部のスケノブダム1929年4月、及び1931年11月、上岸寺川支流の小口川にて小口川第2発電所、小口川第3発電所がそれぞれ運転を開始した。これらの発電所は、 季節小口川第一発電所の上流に位置する。内小口川第三発電所は、小口川最上部のスケノブダムより取水しており、大型の貯水池を持つ。従って春、秋の放水期には原則として、発電を停止して、貯水に専念し、夏、冬の活水期を中心に放水、発電するという当時の火力発電所のような補給発電所として運転された。 また発電所直下流に小口川第二発電所の調整地が立地することから、調整地の水をスケノブダムに戻す揚水設備が1934年5月になって増設され、余剰電力を有効利用する揚水発電が可能となった。自社開発に並行して、日本海電機は1929年9月、富山県東部の黒部川にて、 電源開発を手掛ける黒部川電力を参加に収めた。同社は川北秀夫率いる川北電気企業者の関係会社として1923年10月に設立。1926年6月に開業し、日本海電機や新潟県に工場を持つ電気化学工業へと送電していた。川北電気企業者が経営不振に陥ったことから、 社長の川北秀夫から買収話が持ち込まれ、これを受諾したことで、日本海電機の関係会社となった。発電所は、第一発電所、第二発電所と1929年に追加された、第三発電所があった。黒部川電力の供給先の一つ、電気化学工業大見工場は、日本海電機の供給先でもあり、1922年8月から、送電していた。 供給電力は1930年6月末時点で、日本海電気からが8 0 0 0ット、黒部川電力からが1万7 0 0 0ット。また、電力料金は、日本海電気分と黒部川電力第1期契約分が、1キロワット時あたり、定時電力10002リモ不定時電力8リン、黒部川電力第2期契約分が、定時8リンも、モ 不定時7輪7毛と連下であった。しかしながら電気化学工業は1930年代、初頭の流安化学暴落によって、極度の経営不振に陥り、最終的に1キロワット時あたり3輪以下でなければ、支払えないという状況に陥ってしまう。1932年7月、電気化学工業会長、藤原銀次郎と日本海電気社長、山田翔作による、 直接交渉の結果、電気化学工業が持つ、自家発電所を黒部川電力へ提供することで、料金未納を帳消しにする、提供後は原則として、不定時電力のみを1キロワット時あたり3輪で、電気化学工業は受電する、という旨の支援策が取り決められた。翌1933年5月、電気化学工業の自家発電所2カ所が、 黒部川電力へ現物出資され、同社は資本金1800万円、日本海電機との接班出資の電力会社となった。黒部川電力と並ぶ日本海電機の主要母系会社に国産肥料株式会社があった。同社は電気化学工業常務であった藤山松一と日本海電機の提携によって1929年4月19日、 資本金100万円で発足日本海電機が土地を持っていた下新い川郡、道下村の日本電機工業跡地に工場を再建し、藤山の公安による藤山式電局を用いた電気炉新設、日本海電機より電力供給を受けて1930年2月よりカーバイド、石灰窒素の製造を開始した。ところが新型電気炉の創業は、 技術的に難航し、石灰窒素製造も不振であったため、まもなく資金が枯渇し、創業休止となってしまう。その結果、同年8月藤山らは退陣し、日本海電機が収集に入る。工場は閉鎖状態となるが、従業員が、ウオズカーバイド製造組合を組織して1931年10月より創業を再開した。その後、カーバイド価格が回復すると、 日本海電機は余剰電力活用のため工場再生を決め、1933年4月工場を国産肥料の経営に戻した。以後設備の改善が進められ、翌1934年6月22日には第二国産肥料を設立し、11月22日付で初代の国産肥料を大幅減資の上で吸収させて2代目の 国産肥料とするという形で整理も実施している。1935年10月8日、東洋窒素工業によって、アセチレンからベンゼンを合成する合成ベンゼン事業の新会社として日本カーバイド工業が設立された。同社では事業を急ぐため工場を新設するのではなく、既存工場を買収する方針を立て、全国を調査した結果、日本海電機の参加にあって、 その低廉な電力を受電する国産肥料の工場が適当と認めた。日本海電機としても工場経営に苦心していたため東洋窒素工業の買収提案を受け入れ、その結果、1936年2月1日付で国産肥料は日本カーバイド工業へと合併され、道下村の工場は日本カーバイド工業、魚津工場となった。 1938年11月末時点での供給実績は、電灯取付数37万4418等、小口電力販売8 1 3 7ット、大口電力販売13万9 9 5 7ットであった。1930年代を通して、電灯取付数の伸びは鈍く、電灯量収入はほぼ同水準で推移した。一方で、 大口供給を中心に電力供給は大きく伸長し、それに伴い電力量収入も着実に増加して、1938年下期の決算では伝統量収入の4倍の規模となった。大口供給は重化学工業向けが中心で、1939年末時点のものではあるが、大口工場需要化は以下のものがあった。このうち日満あるミニウム、 日本ソーダ岩瀬工場、東洋ソーダ、富山工場の3工場は、富山港、または、富賀運河沿いに進出した工場である。このエリアへ最初に進出したのは、穂土や化学工業系の東洋ソーダ、富山工場で、1930年に、金属ソーダ、青化ソーダの生産を開始した。工場進出には、日本海電機が関係していたという。 関西電力相本発電所最大の大口需要家である日満アルミニウムは1933年10月に発足。12月試験用の仮工場の建設を経て本工場を建設し、1935年5月からアルミナ製造、7月からアルミニウム製錬をそれぞれ開始した。日万アルミニウムは工場建設にあたりアルミニウム精錬に必要な 膨大な量の電力供給を県営発電事業を営むと山県へと打診。県では工場誘致政策に合致するとして要請を受諾し、県営発電所から日本海電機を経由して送電すると決定。これを踏まえて日本海電機は日満アルミニウムとの間で常時電力3万2 9 0 0ットを1キロワット時あたり合輪7毛8 糸で供給するという契約を結んだ。工場創業開始後の1936年6月、県が日満アルミニウム供給用として黒部川に建設した相本発電所が運転を開始している。日本ソーダは中越水電時代以来の需要家であるが、1936年10月と岩瀬町に新しいフェロアロイ工場の岩瀬工場を建設した。 また日本総打参加の非創人権パルプが、富ガンうが沿いの現、富山市工人町へ、進出、1938年6月富山工場を、設置した。この非創人権パルプ進出に際し、同社が、04パルプ製造時に使用する、水蒸気の供給を主目的に、日本海電機では、同年9月30日出力1万キロワットの、富山火力発電所を新設した。 上紀富山火力発電所に続き、1939年12月3日及び、翌1940年1月9日に、片海側において、片海第3発電所、片海第4発電所がそれぞれ運転を開始した。両発電所の完成で発電所は、水力20箇所、火力1箇所の総出力72,340キロワットとなる。一方で受電は、 富山県営新川、愛元両発電所からの受電5 9 7 0 0ット、黒部川電力からの受電2 7 7 0 0ットなど、8事業者から計 99, 9 9 3 5 9ットがあり、初受電は合計1 7 1 6 9 9ットであった。1930年代後半は県営の富山市内におけるマス事業にも動きがあり、 富山電気ビル内のレストランや山と百貨店、県庁などの大口需要化が加わり、その上日中戦争勃発で、軍事工場への供給も増えると見込まれたため1937年12月に、工場に2号ガスホルダーが新設された。ついで1939年1月には、富士腰鋼材工業への供給のためガス炉が一基、増設されている。なお1938年度の、 年間ガス販売量は1075,663立方メートルであった。中小事業者の事前統合1939年の日本初送電設立に帰結する1930年代後半の電力国家管理への流れの中、全国的に小規模事業者の統合が盛んになった。日本海電機でも1938年5月23日、山崎水電。 9月30日、大岩電気、翌1939年2月、のずみ川水力電気、上中東水力電気、10月の大越電気、1940年3月28日、音川物産の順に各社から事業を譲り受けている。これらの小事業者とは別に、1938年1月、日本海電気は業界大手の大動電力から、 立山水力電機の株式を買収した。買収の結果、山田翔作が、同社社長にも就任している。同社は、早月川に3つの水力発電所を持ち、不思議交所材の工場や日本海電機、高岡電灯などに電力を供給していた。北陸合同電機から北陸配電へ1939年4月1日に、全国の事業者から主要電力設備の現物出資を、 受けて国策電力会社日本発送電が設立されたが、この段階では日本海電機を含む北陸地方を本拠とする電力会社で日本発送電へと設備を出資した事業者は存在していない。また日本発送電は設立当初主要水力発電所の発生電力を買入れ、これを電気事業者に対し供給するというのが主たる業務であったが日本海電機とは 総受電の関係は生じていない。1940年になると、日本発送電の体制強化と配電事業の統合、国家統制を目指す動きが生じる。この動きに対して、日本海電機を率いる山田小作は、自主統合と事業合理化を急ぎ進める方針を打ち出し、高岡伝統社長の菅野田英衛門に話を持ち込んだ。菅野は、 高岡伝統社内の意見不一致から統合に消極的であったが、山田や日本海電機から移ってきた支配人、西大蔵の熱心な説得により統合に前向きとなったという。高岡伝統が合同参加意思を示したことで、名古屋停心局も北陸3県の事業統合を商用するに至る。1940年末より合同に向けた準備が始まり、 翌1941年3月10日には合併契約調印へと進んだ。合同に参加する電力会社は、日本海電機、高岡電灯、金沢電機機動、小松電機、大正寺川水電、越前電機の6社に、立山水力電機を含む各社の関係会社6社を合わせた合計12社。これは、福井県の大部分に供給する京都電灯を含まないが、 北陸三県の主たる民間事業者を網羅する。そして同年8月1日に12社合同が成立、新会社北陸合同電気株式会社が発足した。この新設合併に伴い日本海電機を含む9会社12社は解散している。日本海電機では1939年12月の増資で資本金を5000万円としており、 合併時の払い込み資本金額は3687万5000円であったが、これは統合12社中で最大である。新会社との株式交換比率は1対1になるように調整された。北陸合同電気成立直後の1941年8月末、第二次電力国家管理の一環として、国策配電会社による配電統合を盛り込む配電統制令が施行された。 配電統制に際し、はじめは全国を8ブロックに分割して、地域別に配電事業を統合する案が優勢で、北陸3県は東海地方と合わせた中部ブロックに含まれる予定であった。ところが、北陸合同電機でも社長を務める山田翔作は、北陸3県の独立運動を強力に展開し、新会社発足直後に北陸3県を 東海地方と別ブロックとすることを認めさせた。そして9月、北陸合同電気、京都電灯、日本電力と、市営供給事業を営む金沢市に対して、国策配電会社、北陸配電の設立命令が出され、翌1942年4月1日に、富山、石川両県と福井県の若狭地方を除く地域を、配電区域とする北陸配電が設立を見た。 1921年6月末時点における富山電気の伝統電力供給区域は以下の通り区域はすべて富山県内である1937年12月末時点における日本海電気の伝統電力供給区域は以下の通り区域は県別に整理している1938年から1940年に かけて、日本海電機に統合された山崎水田、大岩電機、上中東水力電機、のずみ川水力電機、農越電機、戸川物産の6社の供給区域についても合わせて、記す。富山県石川県日本海電機が運転していた発電所は以下の通り、いずれも富山県内である。これらの発電所のうち廃止された4カ所を除き、 北陸合同電気に継承され、1942年4月以降は、岩谷第一、堂、第二、小口川第一、堂、第二、堂第三、富山の6発電所は、日本発送電、残りは、北陸配電に帰属した。1951年5月の電気事業、再編成にていずれも北陸電力に継承されている。 解散直前にあたる1941年の株式年間では、日本海電機の合計会社として黒部川、電力、小松電機、立山水力電機、富山電機、ビルディング、日東美梅炭鉱の5社を挙げている。これら以外にも、日本海電機は、富山電機鉄道や、需要化の日本カーバイド工業、クレハ宝石、日万アルミニウム、非創人権パルプ、 北海電化工業などの株式を保有していた。富山電気ビル1935年、富山市中心部において市街地を南北に分断していた人通、川廃川地の埋め立て工事が完成した。工事を行った富山県では、造成地を売却するにあたり、新社屋建設を検討していた日本海電機へと打診する。それを受けて同社は埋め立て地のうち、 約3000坪の土地を購入し、新ビル運営、管理のための新会社、富山電気、ビルディング株式会社を1936年2月に設立した。設立時の資本金は100万円で、計2万株のうち1万3250株を日本海電気で持ち、他に黒部川電力、小松電気、高岡電灯や、中央の大道電力、日本電力、 富山県周辺に工場を持つ日本カーバイド工業、日万アルミニウム、電気化学工業、日清防石、大日本人造肥料などが出資した。富山電気ビルは1936年3月31日に、竣工。地下1階、地上5階からなり、日本海電気、黒部川電力が入居したほか、4階には、ホテルレストラントと富山社交クラブ、5階には、 大ホールが開設された。1937年、富山火力発電所で使用する石炭について、その調達方法を検討中であった、日本海電機へ、北海道の美梅にある、山市証券らが持つ航空を開発してはどうかという、話が持ち込まれた。調査を経て、日本海電機では開発の引き受けを決定、株式の過半をもって、日東美梅炭鉱株式会社を設立した。 石炭採掘量は月産3000トンで半分を火力発電所などで自家消費し残りを一般に販売した。1941年8月の北陸合同電気設立に際し北陸合同電気と日本海電気の株式交換比率を1対1に設定するとともに日本海電気が持つ県営ガス事業と関係会社株式を 北陸合同電気に持ち込ませないという方針が立てられ特別な措置が講じられた。北陸合同電気設立にあたって分離予定の資産はひとまず同社に継承され、その額に見合う交付金が急日本海電気の株主へ支払われた。受け取った株主は交付金をそのまま日本海産業株式会社設立のための株式払い込み充当する。 この新会社は1941年10月1日に発足し、払い込み金を持って、北陸合同電気からガス事業とその関連資産並びに、旧日本海電気が持っていた関係会社株式、計737万5千円の資産を買い取った。日本海産業へ引き継がれた株式は、北陸合同電気株式をはじめと山電気、ビルデイング、日東美売炭鉱、 クレハ防石、日本カーバイド工業、富山電気鉄道、日万アルミニウム、非創人権パルプ、北海電化工業学者の株式などであった。日本海産業は発足後1年間で、配当統制強化のため機能を失って、1942年10月15日に解散した。ガス事業だけは改めて設立された、日本海ガスに継承されている。 1919年10月に日本交換へ吸収されるまでは、冒険会社の電気製鉄株式会社として創業。1999年日本交換より分社化され、2003年より JFE マテリアルとなる。1917年会社設立、カーバイド、石灰窒素、流腕を製造。会社は、現、日本中化学工業だが、 同社高岡事業所とは場所が異なる。1924年王子製紙に合併され同社、思式工場となり、戦後は日本製紙不思式工場となるが、2008年閉鎖。1944年に隣接地で創業する、ンソーダとともに、東亜合成化学工業設立に参加し、工場は同社高岡工場となった。 1922年工場消失のため解散、翌年伏木板紙が発足し工場が再建されるが、太平洋戦争中に軍需工場へ転換され消滅。1943年保、土屋化学工業と山工場となり、1953年鉄、強社に、買収、1975年東洋相ダ工業に、合併されて、と山工場となり、2001年より、 富山事務所。1943年10月に一万アルミニウムが昭和電工に合併されたため同社と山工場となる。太平洋戦争後はフェロアロイなどの製造へ転換され、1979年昭和電工より分離、2014年より昭和電工セラミックスとなる。岩瀬工場を含む日本ソーダの鉄鋼部門は1949年微層として、 分離され、さらに、岩瀬工場は1983年、太平洋ランダムとして分社化。ありがとうございます。